い、どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということで今回もドラゴンクエスト6実況プレイ続きやっていきたいなと思います。やっと声出た。もう昨日お酒飲んだからさ、声出なくて、これテイク3よ、テイク3。はぁ、知らねえよそんな知らねえさあ、ということで皆さん、僕はですね3日ぶりの動画撮影となります。で、まあ、3連休ね、ちょっとお出かけしてましたもので、で、まあ撮りだめしてたやつを毎日1本ずつ上げたんですが、ご視聴してくださって本当にありがとうございます。なんですけども、まあね、普通だったらね、まあプレステ4とか3とかのゲームだったら、まあ確かに持っていけないですけども、まあ持っていく人もいるかもしれませんけども、まあね、 DS なんでですね、まあ持っていけるということで、まあ、大好きなですね、まあまあレベル上げというか、まあちょっとやってまして、ついにですね、何ですか、上位職でいいんですか、なんつったらいいんですか、上位の職業、なんつったら上位職ってことにしときましょうか、間違ったらごめんなさい。ということで今回解禁ということで、いやちょっとね、ちょっと3日いなかったんですけど、ちょこちょこやれる時にやってたりしてて、なんとかやっとついにですね、バトルマスターということでおめでとうございます。いや、熟練度分かった。あのね、ちょっと強い、ちょっとね、なんだろうな、弱い敵だと入らない。だからハッサンのなんかちょっと上がらなかったよね、一回ね、と止まってたのも、なんか弱い敵じゃ入らないんだね。うん、知ってたって、ごめんなさいでちょっと強い敵でやったらね、ポンってすぐ上がったんですよ。なので、あと分かったんだけど、これね、回数なんだよね。ダーマの神殿で話したら、右と左で左の人に話聞いたら、なんかね、戦う回数で上がるんだって、熟練度って。あと何回で上がるっていうことで、知ってるよって、あ、ごめんなさいということだったんで、まあ、ちょこちょこね、ちょっとこう、まあ、3連休やれる時にちょこちょこやってたり、夜寝る前とかやってたんですけども、そしてですね、今回ね、バトルマスターになってよかったこと以下あります。ちょっと今甘噛みしましたけども、流してください。でですね、今まで回し蹴りチームだった、チーム回し蹴りだったじゃないですかまああれグループだったんですけども、あのね、バトルマスターになったから、このね、サミダレ剣って、まあ後でちょっと使うからいいんですけど、サミダレ剣がですね、全体攻撃の、多分ダメージは一緒ぐらいだと思うんだけど、これがバリ強くな、全体だからグループじゃなくなったから、これが今ね、ハッサンとアモさん覚えてるんで、あとアモスさんがまだ覚えてないんですけども、まあ、これでちょっとだいぶ楽になんじゃねえかなっていうのと、あとですね、ついに来ましたこちらの方々ね、ベホマーラ、おめでとうございますいやー、来たこれ、ベホマーラ今3枚持ちでございますから、もう失格と。ここでですね、ついにですね、一回バーバラさん、一軍復帰ということで先行こうか、行きましょう行きましょう、まあ戦闘どっかでやると思いますけども、さあ行きましょう。んで、こっから3日前何撮ったかちょっと忘れちゃったんだだけど、雪女のとこが戻ってきてね、で戻ってきてからどこか行くのかわからないんだよね。でわからないんだけど、今ちょっとダーマの死人からちょっとこっち向かってきて、ここなんかあんのかなってバッて見たら、右下に今ちょっとこうマップ出てると思うんだけど、なんか上になんかあるでしょよくわかんない、なんかあるでしょ、わかります、あの祠の上になんかもう一個山あるでしょ。なんかそれと思い出したんだけど、今こう喋ってて思い出したんだけど、なんかどっかの町に入るのに、なんかここなんちゃらかんちゃらどっかの許可もらえみたいな、なんかそんななんか下りあったよね、なんかあったでしょ。なんかだから一応ちょっとね、ここもこれじゃ時計 50年寝てたんかいって話なんだけど、ここのちょっと少しお話を聞いて情報収集してみて、で何もなかったら、あそこのその上のところの変な山みたいなとこ、山行くか、もう一回ちょっとばあちゃんとこ戻りましょう。さあ一回ちょっと情報収集します。さあ隣で飲んでいたゴランはどこに行ったんだ、変だな、確か2人で飲んでたらゴランが雪女がどう、ああ、本当にあの瞬間にあれなんだ、急にドアがバタンと開いて雪が吹き込んできてすごく寒くなって、その後あれ、ほんと50年だもんね。まあいいか、グビグビ、体はポカポカするでちゅう、ゴラン兄ちゃんが、ゴラン兄ちゃんもう結構な老人なんだわもう20歳ぐらいだとしても70か、そうか70か、いや結構年だな。せっかくちょっと止まりますと、いやー来ましたよ、サミダレ剣、皆さんついに、いやーグループじゃないの、聞いて、グループじゃ、私ちょっとテンション上がっちゃったのも、違うって声出したからバーバラ HP めちゃめちゃ多い。でね、今さ、あれやりたいんだよね、次じゃ、てか問題がもうそろそろ熟練度上がっちゃうのね、ここら辺が。
ゃあ次何しようかなって思った時にメラゾーマを覚えたいんですよ俺。メラゾーマをで、メラゾーマって魔法戦士だっけかなんですよ。なんでメラゾーマってどう考えてもこれラス、今までラスボスも裏ボスも絶対メラゾーマって絶対ダメージ入ったじゃないですか。だからメラボゾーマを3枚ぐらいちょっと欲しいなっていうのがあって、だ次戦士にちょっとね使用してみようかなと思ったんだけど、今これバーブ、よかった、この町の特産のハーブの、ん？ハーブを使ってお茶飲んでいます。なんだこれ、あ、飲み干した体がポカポカしてきた。これなんだこれ、温まったらまた飲みたくなったら行ってきてくれ。これなんだなんだ、なんかあんのかな、なんかあんのかな。あ、またいい演習だけダメだったのかも。いいや、ちょっと待って、いや DS 便利だわ。いや改めてね、改めてねちょっと便利だわ。でこう実況してる時にして今してきたけど、やっぱ携帯機ってなかなか実況しなかったからちょっと便利。ちょっとやるときやっぱりいい演習してみようか。飲みたくなったらこれなんかあんのかな、ハーブの茶だって。これなんかあるのかもしれない。だからそのさ、なんだっけ、でこの後にだ、ちょっと待ってね、このさ、なんだっけ、このね、見て見て、だから強さあるじゃん。でこいつは強さじゃないわ、これだからこの後今 HP が190なの。この後バーバルを戦士にしたらこれ HP めちゃめちゃ減んのかな、ね、どうなんだろうね。ちょっと残っててくれんだったらいいんだけど、そうそう全員戦士できないじゃん、どうなんだろう。いや、またこの、まあ上がったらちょっと試してみよう。使い物にならなかったら回復役いなくなるのちょっと困るから買いに来た。いいね、厚手の鎧、あーちょっと欲しいな。ちょっと買い物はちょっと待ちますか。40、あ、いいね、厚手の鎧があるから、おーすげえ、吹雪がどうこうって言ってるね。発散 OK です、装備します。さあ、なんかほっぽまどろみの剣持ってますね。皆さん持ってますね。モーハンマー、マドラムの剣いいよね。ピエール、いやでもピエール、ま、なかなか使うことないからな。ホイミ、鋼の牙、ホイミ、ホイミもまあまあ使うことないから、まあ一旦待っときましょう。さあ、んでもって何をしようとしていたんだっけ。井戸へ水を汲みに行くんだった。そうよそうよ、あ、なんか井戸に行った。あ、なんかあるわあれ、あ、もう見たらわかる、なんかあるやつやんあれはなんかあるな。ばあちゃんちょっとずずずお茶飲んでる。さっきのなんかちょっとなんかハーブのお茶なんかちょっとありそうな気がしない、なんとなく。なんか井戸行く、井戸がいた、いた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 、はい、水汲み、水汲みと何にもないよね、何もないね。なんでわざわざ動いたんだろうあれ、なんかありそうでないか、あ、ねえなんかあっただろうあれ。さあ何もないのかなと、行きます。氷漬けになっていた村全体が突然溶けたのだ。宿屋のおかみに見つかったのはこのと、これこの通り宿屋はちゃんと置いてきたんで、おお、だってそうだな、あ、そうかそうか、俺が金もらうぞとか言ってやってたね。さあ、えっくし、なんだか冷てえな。さあ、全然なんかあらへんね、たった今作ったばかりシチューが冷めちゃっている。大丈夫それ、ワン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 、青井さんちまた犬飼ったなそうだ、お散歩に行くんだった。さあおいで、だって行く行く。ちょっと待って、これ動くとなんかありそうな気がするからやめてくれないかななんかイベントシーンかなんかだなと思うんだけど、どうしよう、何もない、ね、あれなんかあったっけ。あ、やってる、なんかやってる、なんかやってる。これがワンワンが最後に止まったところに小さなメダルがあるとかいうパティンじゃないのか。もうだからないってことかい。これ3日前、どこまで入れたかな。ここでブランという音はすねたはずなんだ。だってコブラン、コラン、なんだったっけ、ゴランか。下にいるじいさんは一体なんだ。じいさん、じいさん、だからこそおいそれと新民とする。あ、これこの後聞いたよね、よくわからんここ10年一人だったんかい。で結構近所にいたんだから、ごめんなさいって言いに行きゃどうにかなったんじゃねってちょっと思うんだけど、ならんもんかねならんもんかね。さあ何もないかい、何も、一体これはどうしたことか。実は私、ん、賢者であるザム神官の噂を聞きここ来た。何、ザム神官、かなりご老人でもうとくになく、お亡くなりのはず。せめてお花に、ま、うん、うん、できることかと思っていたところ、なんとあんなに元気で生きておいで、え、生きた、いや驚きました。だって
波の人間とは比べようならない生命力をお持ちですな。だってどういうこっちゃ。ザム進化なんか出たっけ。ごめん3日ぶりだからちょっとちょっとごめん、3日ぶりだからザムさんって言葉出た。やばい、ちょっとごめんなさい。わしはザムという、うん、もう確かにわしが、あ、ザムいたじゃん。一体何のようだね。だって伝説のか、そうお、知っていると思う。剣をこの村から来たの。さあ来ました。やっぱ上か。氷の覆われた洞窟に眠る。しかし、うん、封印の扉がその入り口を閉ざしておるのじゃ。だってある言葉を扉の前で唱えなくてはならぬ。ちなみに私のそこのは知っているが教えてほしいか。腹立つな。はい、聞きますよ。よろしいならば、言うならお前たちには特別にタダで教えて死んぜよ。やった。封印を解く言葉は初めの合言葉と3つの文章からなっておる。まず初めの合言葉はメラサム。これで封印の扉、うん、扉が目覚める。メラサム。ちょっとごめん、書いとこう。ごめん。メラサムだって。メラサム新しい呪文かな。メラサムだって。ここからが大事だぞ。だって心して覚えるようにだ。だって一つ目の文章は、ん、自分は正直者だというようなことだ。なんだこれ、メラサムって言えばいいんでしょ。まずね、自分、一つ目の文章、自分は正直者だって。覚えておきましょう。覚えておいてください。自分は正直者ね。正直者。一緒みんなリアルタイムでみんなと一緒に進んでる感じ。あ、ごめん、生放送じゃなかった。二つ目は、ん、力持ちの姫が樽を持ち上げてだった。力持ちの姫が樽を持ち上げる。綱でばあちゃんかな。さくらかな。さあ、それ最後は氷を食べるとき寒くて鼻や痰が出てくる。何、氷を食べるときに、どういうこと。食べるときに鼻、寒くてね、寒くて鼻や痰、汚な痰が出てくる。で、くる。これがね、ヒントってこと。これだけ教えれば封印は解けたも当然。全然わかんねえよ。剣はこの村の、ん、村から北の氷に覆われた洞窟。さあ行きましょう。もし剣を手に入れたらわしの報告しに戻ってくるようにな。だって礼儀というもんだって。なんだこいつ、本当か、本当なのか。一応なんかまああったけど。さあ、なんだろう。メラサム、自分は正直者、力持ちの姫が樽を持ち上げる、氷を食べる時に寒くて鼻や痰が出てくる。どういうこっちゃ。風邪ひいてんだって食うなっちゃう話なんだけど。ちょっとどういうこっちゃ。止まったよね、止まったね。さあ敵が出てくるのかな。ジーンたち人魚はみんなが幸せに暮らせるといいよな。だって。さあ来ました。さあ見せしましょう、新しい力でございます。行きましょう。行きますよ。サミダゲレギ、噛んだ。サミダレ剣、いいでしょこれ。まだ覚えてないんだ、これが。まだ覚えてないんでごわすよ。でもね、爆裂剣がこれなんだっけな、これも結構強かったんだよね。これがなんか一番なんかさ、特技レギラゴン覚えましたよ。マヒャドありますからね。まあここでマヒャド使うほど僕バカじゃないんですけども、そこまで。ベギーラゴン、あのね、あ、そうそう、ザオリコ覚えたの。まあザオリコ覚えたからこれいいよね。ベギーラゴン行きましょう。これすごいでしょ、これいいでしょ。ほんとチームほら回し蹴りだったわけじゃないですか。チーム回し蹴りだったんすけど、あれはちょっと言っても全体攻撃ではなかったわけですよ。だからこその、もううぜえなお前ら。もう出てくるよね、いっぱい出てくるね。レギュラーも100ぐらいいくんだよね。強ーい。いい、メラゾーマね、これ見て思ったの。いや、メラゾーマ絶対強いと思って。どうせもう今までのドラクエだと絶対ね、メラゾーマ4人でぶっ放しや絶対ラスボスとか倒せんだよ。はちげえから。今回に限ってメラゾーマ効かねえとかないよね。大概聞いたじゃん、ドラクエ3の神竜だってメラゾーマパーティー行けたじゃん。さあなんだここ。さあ来ました。あ、右下に見えると思いますけど、なんだこれ。あった、行きます。唱えてみましょう。メラサム、おー、行った行った。なんだ、なんと扉が目を覚ました。
何時の道を塞ぐものなり、何時の道切り開きたくば、何、あ、言葉さ、言ってやつか、我、ちょっと待って待って、なんだっけ、自分は正直者、自分は正直者って言ったね、なんだっけ、これだと、時は来たれり、すべては伝説の周り、我正しき、これか、正しき心を持つまり、これでは間違いないよね、え、ちこれだよね、正直者間違い、はい。次は力持ちの姫が樽を持ち上げる。なに、力姫樽や刃を、これか、これのことか、力姫つってるね、はい。最後の言葉は氷を食べるときに寒くて鼻や痰が出てくる。氷ってことは一言しかない、氷の縁より解き放ったん、氷ってワードがこれしかないんだけど、どういうこと、これか、解き放ったんってこと、何、あの鼻水とかそういうこと、ここに締めさん、あ、合ってんのかもうわかんねえ、合ってんのかこれ、正しい、我は正しき心を持つのあり、力秘めたるや、あ、なるほどね、秘めたるやと、そういうこと、あ、なるほど、氷の縁より時花炭、あ、そういうことね、あいつバカなんだ俺みたいやつあ、わ、違う感じで覚えちゃったやつなのか、あ、結構な年だからあれなのか、違う、何で言葉正しきものなり、さあ来ました、さあ来ました、これでいいのかな、これでいいのかな、まあいいや、ちょっと行ってみましょう、なんかある、あ、なんだこれ、今ねオリンピックやってますからね、ちょうどあー、これあれだ、お、いけたいけた、あ、いけんじゃん、おらおらおお、いけたいけたいけた、あれあれ、このパーティー、このパーティーいつもちょっと、さあなんだ、敵は出るね、さあ敵がちょっと強くなりそうですが大丈夫です、パワーアップした僕らを見せてあげようじゃないか、爆裂剣ないね、まだ覚えてほしいんだけどね、巴投げってやったらどうなんだろうね、使ったことないんだけどこれなんだろう、巴投げちょっと使ったことないけど、いっちょちょっと何があるかわからないんで、防御します、12、13、19か、ナイス、いいね、あ、3枚欲しいね、早くね、これね、結構だな、巴投げって何するんだろう、巴投げは初めて知ったら、どうすんだ、あ、結構強い、やばい、うわ、強えな、あ、サメだけで、よし、ナイス、いや、結構強いな、あー、これ強くね、巴投げどうした、投げ飛ばせない、どういうこっちゃどういうこっちゃ、特技で、特技、まあ回し蹴りでいいんじゃないですか、まだまだちょっとね、まあまあまだね、チーム回し蹴りなんで、この子、よし、 OK で、特技来ました、これ使ったことないんで、まだ使ったことないんでございますよ、私、さあ行きましょう、100から回復しました、行きましょう、暗い大人のまだ使えねえ、まだ使ってないよ、倒せた、結構強いね、いや、これ強いな、やばい、ば、あー、わ、強い、やめて、オッケー、うわ、強っ、やめて、うわうそー、もう強くなったん違うんかい、覚醒したんちゃうんかい、やばい、やばい、ベホーマー取られたぞ、よし、前だろ、オッケーオッケー、60、オッケー、やめて、よし、お覚醒したん違うんかい、爆裂剣がいいと思うんだね、爆裂剣いきましょう、まああれ強くなくなったはずなのに、どういうこっちゃ、爆裂剣、爆裂、単発には爆裂剣なんじゃないの、1、2、あ、終わっちゃった、お、経験超入った、1240って初めて見た、お、超絶強くねえか、ここ、大丈夫、馬車から飛んでくるからこれあれなのかな、ザオリク、ザイゴ来た、危ね、満タン、オッケー、
これさ、ファミコン版でも同じなんかね。ファミコン版でも、いや、どっちだ、どっちだ。こっち、さ、こっち降りるか。あー、宝箱あった。宝箱。宝箱いただきましょう。調べた。さあ、1900、結構なお金だね。ちょっと強すぎたね。ちょっと強すぎましたね。なんか知らんすけど。おかしいなぁ。かっこいいとこ見せれるはずが。44。爆裂剣何回入んだ ?3。お ?4 回 ?4 回入った。4発入ってる?めちゃめちゃ強くね?めちゃめちゃ強くねえか?さあ。宝箱発見。さあ、小さなメダルゲットと。何もないな。なんだここ。こいつらが強かったね、そういえばね。これ、どっちが強いんだろう。サミダレ剣と爆裂剣2発でどっちが強いんだろう。まあ、サミダレ剣でいいか。サミダレ剣でいいか。ハッサンの顔でさ、剣、サミダレ剣とか言っちゃうと違和感を感じる。いやもうちょっともあなんつうの格闘文句っぽいじゃんやっぱどうしても。さあ爆裂剣でいっか。いや爆裂剣よりもここはまだちょっと頑張って回し蹴りにしてもらって、いやーでもってよし、 OK、 強かったねさっきの。あいつらちょっとやばくねえか。あ爆裂剣の方が良さそうだな、こうなってると。そうそうなの、そうなの、あのね寝るのよこれ。武器持って寝てるからなのかな、寝るのよ。これがちょっとびっくりしちゃって。あー強い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 。いやこれやばかったかもしれない。これちょっと前の感じで来てたら結構きつかったかもしれない。さあ何もごじゃらん、何にもごじゃらん、何にもごじゃらん。さあなんだここ、ここ行けってことか。これまっすぐ行けばいいんじゃないの。なんだパチンって言った。おパリンって言ったんか、パリンって。だから爆裂剣の方がいいのか、まさか。なんかそんな気がしてきた。4発攻撃するんだけど確実に倒していってるような気がするんだよね。44 80 40。まあバラバラだけどこっちの方が強いような、強くないような。どっちが強いか、そんな強くはないか。あ、強くはないか、特に強くはないか。でもバーバラ強バーバラカムバックバーバラ。さあザラキ覚えた、ベホマ覚えた。よし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 。だから他ねえ、だから、うわ怖え。何なの。あそこであれか、さっきのあの階段落ちたところで降りるってことか。そういうことか。まだ忘れた、ちょっと忘れた。これボスいたりして上にあるね。このまま過ぎたりでもね。ほいっと。上、何にもない。あっちは何にもなかったね。さあ、なんじゃこりゃ。扉を開く旅人よ。いやー。氷を引き裂く稲妻をたどれだって。北から行けってこと?北から行けってこと?どうすんの?北から。うわー!これか。あ、やべ。ちょっと待ってくだ、あ、なるほど、これでこう行くのか。わかりました。きえ、どうすんだこれ。どうし、あ、わかった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 。こうでいいんじゃないか。ほい、ほら。ほら。これできんじゃない。ほら。いや違う。どういうこと。違うの。また来た、また。これどういうこと。扉を開く旅人よ。稲妻ってどういうこと。稲妻ってどういうこと。稲妻ってどういうこと。多分今の北から行けって言ってたよね。北からだよね。あ、またあ、違う、時計回りじゃないのか。あ、なるほど、
北か西東、あ、なるほど、ごめん、間違えた。俺時計回りと勝手に勘違いしてた。ちょ、待って待って、どっち行った？北、西、東、南。まずは上行って左行って右行って下行けばいい。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。まずはまず行きます。上行って、あ、これで行けんじゃないの、ほら、お、来た。けど、ちょ待ってよ、ちょ待ってよ、もう待ってよ。でもどういうこと、あ、もう開いた、あ、ごめん、開いてた。ずる俺ずるい、俺ずるい、俺ずるい俺ずる、あ、なんかある、あ、あ、なんかまたいる。おっと、これいいタイミングだったの、ちょっと失礼。あ、汚ねえぞ、あ、汚ねえ、あ、テリ汚ねえ、テリ汚ねえ。これが伝説のラミアスの剣、ラミアスの剣、これなら今俺が、まあ、そうか、この間あれね、あの雷鳴の剣の方がよっぽどマシに思えるが、伝説の女性こんなものかもしれんな。せっかくこんな山奥まで来たのだ、とんだ無駄話だった、はっはっは。これなんか思ってたキャラと違う、もっと俺クールボーイだと思ったんだけど、邪魔してすまなかった、この剣はあんたたちのものだ。テリー、いつになったら仲間になるんだ。余計なお世話も知れないが一言言っておくよ、魔王は強い、そんな剣に頼っているあんたたちに勝ち目はないぜ。そういえばまだ名前言ってなかったな。知ってる俺のだテリー、世界中回ってる剣の授業してる。え、なんでなの、ここら辺の何、こうバックボーンじゃなくて、なんかこうテリーは何かどういう人間なのかで分かってくるのかな。まだどこで会うかもしれない、あるかもしれない、それまではあんたらの余地があればの話だが、じゃあじゃあ、え、こんななの、もう俺もっとクールボーイだと思ってたんだけど、いや、ちょっとあの、ちょっと荒木さんをイメージしたんだけどそれはヒーローズで神谷さんが声当ててただけだろうねもうちょっと俺クールボーイをイメージしたんだけど、ちょっと違う、あはははっていう笑うのね、どうしたらいいのこれ。目の前調べた、錆びた剣を見つけた、あれ、ん、ごめん、なんか3日前だからちょっとあれだけど、なんか、ん、なんか、え、なんかどっかで誰か、なんか、なんか古い武器を修理するだかなんだかって、なんか誰か言ってなかったっけ、なんか言ってたよね、よし動画見直すかごめんごめん、あ、言ってたよね、あれどこだったっけな、ちょっと待って、一回ちょっとリレミットでちょっと戻ろう、なんか言ってたよね、あ、出れた出れた出れた、いや言って、覚えてんだ覚えてんだ、なんか古い武器を綺麗にするだがなんだか、なんか言ったよね俺、なんか前回の動画かなんかで、どっかでどっかでなんか言ってたよね、どっかでなんだか言ってたような気がする。ちょ、テリーが意外だったの、もうクールボーイだと思ったんだけど、そんなにクールボーイじゃないんだね。ちょっと待った、今いいや、ちょ一回ちょっとさっきのなんだっけ、ゲマシンか、ゲマじゃない、ゲマは違えわ、パパスの仇だろパパスの仇やわそれ。さあ行きました、伝説編に言ったことができたようじゃな、だって役に立ったであろう、感謝するんじゃ、うんだって、その剣とやらこのわしにも見せてみ、まるっきり朽ち果ててているではないか、これはどうしたものかの、うん、そうじゃ、かつてダーマの神殿があったあたりからまっすぐ南に行ったところに町があったの、だって、あ、ロンガーデーセを知ってるよ、だあれじゃん、ほらだからルール今あったよね、なんだっけ、ロンガーゼ、ロンガーデーセをカタカナ苦手か、でいかがわしいものがたむろするならず者の町だが、あ、入れなかったんだよね、そこに伝説なる凄腕の剣職人の家系の者が代々住んでおったはずじゃ、古いことなので今もいるかどうかわからんが、うん、だってた、ん、助けついでにこれをやろう、だってなんかくれるって、あー、そう、来ました、来ました来ました、パスいただいた、入れなかったんだよね、そう、入れなくて、確か、ごめんね、ちょっと入れなくて、なんかなんか雪山かなんかにどやこやでとか言ったから、それがこの人ってことか、なんかの人のなんか許可が得ればみたいなのが言われてなかったっけ、なんかそれがあれば街の中に入れる、うん、入れてもらえるはずじゃよ、うーん、だって、ありがとうザムさん、言ったもんね、
ほらなんか剣の話したりな、剣の職人がなんちゃらかんちゃらとか言われたような気がするから。さあ、でこのまま多分いけるんじゃないかな。ほらあるでしょ、ほらほら、来た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 、唱えた。これ入れなかったんだよね、ここね。ピン、さあ来た。誰に聞いてこの町に来たんだ。ならず者の論がですよ。悪いがあんたらみたいな人この町にふさわしくないぜ、出て行ってくんな。で渡すんだろ。もらった。デセオのパスを見つけた。あの方の知り合いって。さあどうぞどうぞ。あー入れた。どうな、何があるんだここ。わー、ならず者、なんかちょっとペイントがちょっとなんか、あーなんかちょっといっぱいある。あーなんかちょっと、なんかちょっと、いやいや、なんかやらしい店もありそうな感じ。見ない顔だなって。盗み恐喝殺し殺し、何をやらかしてこの町までやってきたのか知らねえけど、まあほとぼりが冷めるまでのんびりしてよ。すごい町だな、怖い。宿屋で寝るのが怖い。朝起きたらお金なくなってそうだな。さあどうなんだろう。あーちょっと待って、ちょっと武器屋見よう。武器屋、武器屋行きます。買いに来た。さあ何がある。バッノコギリ、ウォーハンマー、ゾンビ、お来た。あゾンビキラー来た。これね、わかんないけど、どこだったかわからないけど、ゾンビキラーが出て、ゾンビキラーを買ったら、その後にゾンビ系がいっぱい出たはずだったから、ゾンビキラーはいいと思うんだよ。ゾンビキラー装備できるのが、アモスさんとアオさんね。うわ、1万8000、高くね？高いなぁ。でもこれがね、あれなんだよね。これね、攻撃力上げとくと、やっぱサミダレ系も多分攻撃力上がると思うんで、全体的にダメージが。ちょっと待って。さあ、防具屋、まず防具も、バニースーツ。これなんだろうね、特殊効果ないんかい。ないんかい。ダメージに軽くできるシルバーメイル、これ持ってるもんな。こっちこれか。全部ドラゴンメイル。これゾンビ嫌いとかドラゴンって言ってるからなんか出てくんのかな、そろそろ。あー水の箱ろも来た。水の箱ろも、バーバラ、ミレイ、うわーこれ全員欲しいじゃん。全員1着2着3着これ持ってたらそこそこやっていけそうな気がする。鉄仮面、魔法の盾はみんな持っています。大丈夫だね。水の羽衣だね。バーバラちょっと1個欲しいな。バーバラちょっと死なれちゃ困るから、ちょっとバーバラだけ、ちょっと HP 少ないからね、まあ、これ確実にバーバラさんこれでいいね。でミードラゴンメイルも欲しいね。ちょっとお金がないところだけども、あとこれ3つかな。とにかく一軍にちょっと装備させようか。まずは青さんね、 OK。さあ装備します。ドラゴンメイルこっちだね。 OK、 はい装備します。ドラゴンメイルもう買えない。まあいいや、まあちょっとあともう一つ買うか。さあということで今回はこの辺で終わりたいなと思います。さあということで、まあね、バトルマスターなったりとかですね、いろいろやったんで、あ待った、ちょっと今さっきなんかまだ終わってないよね多分ね。熟練度上がってません。誰かでも一人だけなってないか。まあ上がったらもったいないんでね、すぐダーマの神で行きたいなと思います。ということでなんかね、なんか剣か伝説の剣かどうこうっつってる、次あたりなんかそういう話になっていくのかなって感じでございます。ということで今回はこの辺で終わります。よろしくチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いしますね。それでは皆さんバイバイ。